皆さんはじめまして、ヒッチハイクシンガーのソルトです。今日はなんでこんな場所にいるかというと、今から全国47都道府県のどこかの県にヒッチハイクでお邪魔しようと思っています。イエーイ。この今回の目的は、僕自身宮崎県から東京までヒッチハイクをして歌手になろうと思って上京してきたんですけど、その初めてヒッチハイクをした時に感じたぬくもりっていうのをめちゃくちゃ自分の中で心に残ってて、でそれをどうにかして歌とともに全国に広げていけないかなと思ってこの企画を始めました。題して全国47都道府県歌とぬくもりを届けますツアーです。イエーイ。ありがとうございます。そして今回のぬくもりツアーのルールはですね、ここにある通りこんな感じになってます。なかなか厳しい条件で本当どこに行くか分かんないんで自分もドキドキしてるんですけど、抽選箱のくじを引いて今からこれでこのくじを引いて場所を決めたいと思います。イエーイ。さあどこが出るでしょう。運命の、さあどこだ。じゃん、福井県です。イエーイ。今から福井県に行ってきます。福井のぬくもりを歌で全国に届けます。よろしくお願いします。イエーイ。じゃあこれから福井県目指してヒッチハイク始めたいと思います。よろしくお願いします。福井県お願いします。とりあえず今から福井まで微妙なとこなんで、とりあえず海老名まで行ってまた繋いで福井まで行ければいいなと思います。とりあえず海老名まで行きます。ました。海老名足柄まで乗せて行っていただけるそうです。ありがとうございます。今から行きます。じゃあ行きます。ありがとうございます。行きます。イエーイ。来ました。音楽聴ける。はい、一応アーティスト目指して東京まで来ました。よろしくお願いします。自己紹介の方、はい、したいんですけど、自分宮崎から東京までヒッチハイク来て、宮崎、はい、宮崎から来たんですけど、アーティ
ソルトっていう名前でやってて、はい、でその初めてのヒッチハイクの時に感じたそのぬくもりがすごく自分の中で心の中にあって、でそれをなんかそれだけで終わらせるのもったいないなと思って、各都道府県を毎月1箇所ずつなんですけど、で今回の目標が、はい、福井、はい、行って、でその福井県までのぬくもりっていうのをまた YouTube などで発信して全国に届けられたのかなと思って、はい、今活動を始めてます。あれ今何歳？今23です。僕26なんです。あー、大人っぽく見られませんか？いや、全然。あ、本当ですか？子供といいますか？あ、いいですか？インタビューですか？あ、ありがとうございます。すいません、名前とかお伺いしてもいいですか？守です。守さん、よろしくお願いします。どちらの出身の方？東京です。あ、東京なんですね。では仕事で、今畑あって静岡に住んでる。ああ、はあ、東京にも家あるんですよ。はいはいはい。今嫁の里帰りで、はい、静岡に住んでる。はいはいはい。静岡か。静岡に、はい、毎日通ってるんですよ。あ、そうなんですか。すごいですね。え、それはもうその家族がいるからってことで？そうですね。あ、そうなんですか。いただいた方に歌をプレゼントするっていうのをやります。よろしくお願いします。イエーイ、まもるさんに静岡の足柄サービス動画だ。はい、動画です。写真だと思ってた。東京の、はい、洋画からありがとうございます。じゃあ頑張ってください。はい、頑張ります。ありがとうございます。じゃあまた福井目指して頑張ります。ありがとうございます。じゃあ今からピッチ役始めたいと思います。ちょっとね、もう今日こんな今何時だろう、9時20分ぐらいですかね。はい、福井とかそちら方面の方々いらっしゃるか、ちょっと見ていきたいと思います。一回ここでちょっとギターやるのもいいね。ギターやります。ここでちょっとギターの練習を兼ねて弾き語りをしながら
話かけていただける方を待ってみたいと思います。現在静岡県の足柄サービスエリアに来てます。静岡県出身のアーティスト久保田俊信さんの歌を歌います。ミッシング場所移動します。場所変えてやります。少ないかな。1時間経ってる。早い。来てる男性の方にいただきました。ありがとうございます。うわ、うん、やばい、ぬくもりがやばい。もうあったかいっていうか、マジやばい、やばい、最高すぎます。ありがとうございます。ありがとうございます。いただきます。やばい、あったかい、あったかい、あったかい。ちょっと飲まないで、あったかいとこ嬉しい。なんとですね、今ちょっと本当に今動画撮ろうと思ったら途中で容量がいっぱいになってちょっと焦ったんですけど、なんとか復活して動画また再開しました。でその間にですね、なんとお声かけしていただいて、動画撮りたかったんですけど、めちゃくちゃタイミング悪くてごめんなさい。で今またレモンティーの方いただきました。ありがとうございます。今清水の方で降りちゃうんで、でもうちょっと大きなサービスエリアで降ろしたいけどっていう話をしてて、で頑張ってっていうことでここレモンティーいただきました。ありがとうございます。やばい、嬉しい、最高すぎます。ありがとうございます。頑張りたいと思います。目指せ福井、まずは次は名古屋目指して頑張ります。ありがとうございます。あー、やばいな。ありがとうございます。イエイ。あ、もう全然、動画とか撮ってても大丈夫ですか？全然。あ、大丈夫ですかね。もうこのまま。食べます。あ、はい。じゃあちょっと、はい。今、名古屋が実家という男性にお声かけしていただいて、今からもしかしたら名古屋に行けるかもです。ありがとうございます。嬉しいです。やばい。やばい。名古屋やばい、やばいな、マジで名古屋まで行けるのやばいな。宮崎から。でそれで今月からその全国を一箇所ずつ毎月ヒッチハイクで、はい、あの一箇所ずつですけど回ろうと思って活動を始めて、ありがとうございます。男性の方に名古屋までしていただきます。よろしくお願いします。写真撮っていいですか？あ、全然よろしくお願いします。むしろイエイ、ありがとうございます。 YouTube かなんかやってるんですか？はい、一応あのこのもう
宮崎から東京までの分は YouTube に載ってるんですけど。あ、そうですね。はい、これからその東京から福井目指してるんですけど。今度福井行くんですか。はい、これをもう繋げて福井に。福井が最終地点なんですよ。そうなんですね。はい、なんでそれを目指して今お名前をお伺いしてもいいですか。リュウシです。リュウシさん、ソルトです。よろしくお願いします。ソルトさん。ソルトで活動してます。リュウシさん、ありがとうございます。ありがとうございます。いや、本当にめちゃくちゃ助かりました。今日本当にどうなることかと思ってずっといるなと思って。僕11時半からいるんですけど。あ、そうなんですか。休憩してて、もう本当ずっといました今日は。なんか自分その乗せていただいた方に毎回歌のプレゼントしてるんですけど。あ、そうなの。なんかお好きなアーティストさんとかいらっしゃったら。好きなアーティストさん。はい、ロックバンド聴きます。ロックバンド、例えばウーバーとか。あー、いいですね。好きですか。いいですね。好きです、好きです。じゃあ恒例の歌プレゼントいきます。歌プレゼントいきます。今この浜名湖サービスエリア到着してます。ありがとうございます。結構たくさんなんかいろいろありますね。サービスエリア空いてる。もう結構広いな。たくさんいろいろ。ゆうし君にいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。マジでやばい。これからも頑張れます。名前のおにぎりと。ありがとうございます。冷たいですけど。いやいや、めちゃくちゃありがたい。ありがとうございます。もうマジで福井まで頑張ります。じゃあまた今から愛知の方まで目指して行ってきます。ありがとうございます。さて来ました。それとっています。よろしくお願いします。今日は東京から来たんですけど、自分は宮崎からヒッチハイクで東京まで。こっちは多分違いますね。ここで待つのは違うと思った。間違えてた、多分勘違いしてた。妊娠は福井目指してるんですけど。本当ですか。はい。ちょっとでもいいなって思ったらチャンネル登録お願いします。